こんにちは、九州山チャンネルのヒデです。今日は熊本県に来ています。今来ているのは、熊本県の日本杉峠というところのですね、登山口で狩俣山という山に登りたいと思います。この狩俣山ですね、片栗が咲くことで有名な山ということになっています。山頂付近にはですね、日陰辻などもね咲く展望の素晴らしい山ということになっています。ではレッツゴー。はい、途中の分岐とやってまいりました。これですね、まっすぐ行くと、片栗の群生地経由で山頂で、右に行くとですね、急と一登りで山頂に直接行くコースということになってます。まあ周遊コースねできますので、とりあえずは片栗を見てから山頂へ向かいたいと思います。では後ほど。登山口でですね、片栗の花いかがですかって聞いたらですね、もうだいぶいい時期はね終わって、だんだん下向いてきてるということで、ちょっとがっかりしてたんですけど、まだね元気な片栗ちゃんが、少しね残っていますんで、よかったです。すごいやっぱり可愛いですね。今年初めてのね片栗鑑賞ということになります。すごいですね、可憐です。この片栗の花ですね、最初花をね咲かせるまで約7年かかるということで、大変ね、長い年月がねかかって、ここまで咲くということになりますので、くれぐれもね盗掘などなさらないように、撮るのは写真だけということでお願いしたいと思います。そしてですね、お花の写真撮るとき、いつも言ってるんですが、花の写真撮るときにですね、足でね踏み込んで近くに行ってしまうんですけど、足元のね、まだ花が咲いてない、可愛らしいね片栗とか、草花踏まないようにですね、踏み荒らしにならないように足元には十分注意して、撮影していただけたらと思います。ではですね、この後山頂へ向けて、歩いていきたいと思います。では後ほど。
い、狩俣山山頂1315メートル到着しました。山頂付近はですね、今日陰ツツジが満開ですね。ちょっとね小ぶりのツツジなんですけど、黄色い淡い黄色していてですね、すごいあの可愛らしいです。山頂付近ですね、何箇所か展望台みたいにねちょっと開けたところありまして、今日はねよく見えています。阿蘇五岳の方とかですね、赤稜山地の山々、たくさん見えています。結構ねちょっと時間の関係で激登りしてきたら36分ほどで山頂を到着しました。走ってはいないんですけどね、はい。下りもですね、怪我がないように、注意してね下山したいと思います。では後ほど。狩俣山登山口へと戻ってまいりました。結構ねいいペースで上りはまあまあのペースで登って、下りはですね若干時間の関係で走りました。でまあ往復1時間15分というコースタイムでしたけど、まあ通常であればですねだいたい2時間半ぐらい、余裕見てですね、行動されるといいかなと思います。片栗もですね、登山口ではねちょっともう終わりかけと聞いたんですけど、まあ、まだまだ見れる株もねあったんで安心しました。そしてね何よりも山頂の日陰ツツジがねすごい綺麗でした。展望もバッチリでしたね、はい。今回の動画いかがだったでしょうか。よかったよと言っていただける方は高評価ボタンお願いします。そしてこの後もですね、四季折々より、いろんな山の映像を伝えてまいりたいと思いますので、見逃されないためには登録ボタンお願いします。本日はご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。